はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。カズサノスケ様、キャンドルライト様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動資金させていただきたいと思います。メール等に様、忘年会募集開始いたしました。ふるってご応募ください。稲田朋美議員、政治不信の根底には、国民のモラルの低下があるのではないか。まあ、政治不信っていうか、自民党の支持率低下ですよね。世論です。悪いのは国民か。支持率低下は岸田政権の政策失敗が原因だろう。稲田先生のおかげで今日も堂々と女湯に入れるぜ。自民党支持者もバカにしてて笑った。エッフェル姉さんとか稲田も国民の一部だろうが。落選したやつが〇〇氏は民度が低いとかね、みたいなことを言っちゃってますね。知事で落ちたやつは〇〇県は民度が低いとかね、よくバカが言ってるでしょ。本当にこの人頭悪いな。杉田さんとは大違いだな。落第した生徒がですね、学校の質が低下したせいではないかって言ってるも同然なんだけど、なんで気がつかないんでしょうね。そこはですね、信じてもらえないのは我々の不徳いたすところでしょでしょ。自分が推進した LGBT 法のせいでだいぶ支持率低下したよね。本人も大概だが周囲も大概ですね。言うなって、ね、止めねん。岸田と同じで周囲にもろくな人材いないんだろうなーって。共同通信、杉田水脈が在日特権はあるというのも言論の自由って言ってる。お前ら批判しろ。連日の発狂ですね。議論を呼びそうだ。騒いでくれからですね、批判を呼びそうだ。批判しろにパワーアップしてました。世論です。何回言えば差別になるという日本人差別。共同、在日特権とか言われるときつい。左翼って言論弾圧するから怖いよね。他の国から来た外国人と扱いが違えばそれは特権と。そもそも特別永住資格は特別な権利で特権でしょ。何言ってんの。何者でもないでしょ、特権以外のさ。特別永住資格持ってる時点でね。在日特権は在日コリアンが隠れた特権に基づき日本人を虐げているという趣旨の偏見と悪意にも基づく言説って断言してますけど、なんか根拠あるんですか。それはあなたの感想ですよねっていうやつで堂々と嘘ついてやがんな。共同通信はな、特別永住資格がある時点で特権だろう。そりゃ特権だよ、特別って書いてあるんだよさ。お前ら批判しろ。常日頃からですね、言論の自由を振りかざしながら自分ら以外の言論を弾圧したい。共同通信と。これ見てバカな野党議員とかツイッター民とかが杉田さんに噛みついて散々論破される未来が見えますね。特別永住資格持ってる時点で特権だわってすぐね、一言で論破されちゃいますね。つうかむしろ批判することで在日特権が目立ってしまうんじゃないの。共同通信ですね、浅はかだなって思いますけれども、これはパヨの常のですね、脊髄反射で口答えなんで、まあ不治の病だな。共同通信が批判すればするほど在日特権が知れ渡っからもっとやれって話ですね。鳩山政権以降の歴代総理好感度調査、同率1位安倍晋三菅義武 5.4 ポイント、3位野田佳彦 4.4 ポイント、4位岸田文雄 4.2 ポイント、5位菅直人 3.6 ポイント。さすがに菅直人よりは上だったか。6位最下位鳩山幸雄 3.1 ポイントこの人ね、今でもなんか変なことやらかしてっから、今調べたらそうだわなーっていう。なんと消費税を5から10% に倍増させた野田佳彦より岸田は好感度低かったっすね。原因は実質賃金の低下が止まらないからかな。暮らし向きが明らかに悪くなってるって思えるからかな。保守層の支持率が下がることばっかやってますしね。岸田、稲田、古谷刑事、LGBT 法、バリバリの利害関係者で LGBT 法ができると儲かるっていう古谷刑事は、ネットの声もね、今や普通の世論なんだよ。ネットで書いてんのも一般人なんだよ。ってことに気がついてない愚か者ですし、まあ好感度下がるのもしゃあないっすね。
一部のネトウヨが騒いでいるだけじゃないんだよ、ネットを書いてるのは今や一般人なんだから。36名死亡、32名、重軽傷、京都アニメーション放火事件、弁護士、人を殺すことは悪いことなのになぜ死刑が正当化されているのかと冒頭陳述、世論です。バーカヘリクス弁護、死刑廃止論を絡めてくるとは新しい戦術、もう何も弁護できることがないから言ってみました感。犯罪者を撲滅するためだけど、本人もめちゃくちゃ言ってることは自覚あんだろ、こいつは100回ぐらい死刑に、したいぐらいだわ、人を監禁するのは罪なのにどうして禁錮刑は許されるのかって言ってるも同然なんですけど、殺人は悪いことじゃなくてですね、国家権力以外の殺人は禁じられてるっていうのが、根本ですね。突き詰めるとそういうことなんですよ。国家が禁じてっから、いうことなんですよ。つまり国家がですね、殺人を悪と規定してんのね。で、それを犯したら国家に殺されるってことだけなんですよね。まあ弁護士もですね、法的なそういうのは十分わかってるんでしょうが、まあ弁護士のしようがねえから苦し紛れにこう言ったんでしょうね。まあ気にしなくていいなーという。その他のニュース、テレ朝調査、内閣支持率 26.1%、過去最低記録更新。まあ今月も実質賃金、下がってますから、しゃあないね。少子化対策のため、保険料値上げに反対 75%。それやったら、ますます少子化になんだろう。可処分所得減っちゃって、ますます結婚出産する余裕なくなんだろう。って言うから当然ですよね。異次元に的外れの、少子化対策やってんだもんな。誰かなんか言ってやれよ、もう。それ、支持率低下するだけですよ。75% も反対しますよ。26日投開票の米沢市長選挙、自民また敗北、野党系の市長が誕生してしまいました。ほとんど全部岸田のせいですね。朝日新聞、安倍総理を支持していた若者層が自民党から離れている、キャッキャ、喜んで、自民党の支持率は落ちても立憲や共産には行かないぞ、立憲、消費減税は時間がかかりすぎるから反対、消費税を5から10に倍増させた野田佳彦の大失敗認めたくないからなのかな、パヨの誤ったら死ぬ病気の、せいなのか、いずれにしてもこいつらの支持率下がることはあっても上がることはないですね。共産党は消費税廃止だって言ってんのに、こんなんでよく選挙協力しますとかなんとか言ってるなーっていう、頭おかしいのかなー。政府、防衛力強化のためいくつかの空港や港を自衛隊が使えるように整備する、場所は言えない。朝日新聞、候補はこちらです。これ日本以外の国でやったら大変なことになりますわね。利的行為っていうかさ、朝日がスパイ防止法に猛反対するわけですよね。令和山本太郎、池田名誉会長は本物の平和主義者、自分もそうなりたい。じゃあ古文をと公明党に入ればいいのにね、なんでそうしないんだろうね。新たな利権を匂いを嗅ぎつけたのか、いい人ぶりたくなったのか、やってる感出したくなったのか、小池都知事、一刻も早く対策を、悪質ホストクラブ対策チームを新設。なんで悪質キャバクラやその他の風俗は対策しないのにホストクラブばっかりって、自称被害者女性の支援事業は始めんなよ、自業自得なんだからね。視察と称してですね、都知事が毎晩ホストクラブで遊んでたら笑えますね。LINE ヤフーがサーバー攻撃を受けたとして個人情報が40万件盗まれる、使ってる人はお気の毒様であります。盗まれたんじゃなくて、ヤフー自ら率先して中国や韓国や北朝鮮に渡したんじゃないのか、意地悪な私はそう考えてしまいますけどね。丸山達夫島根県知事、4脚で 7kg の椅子が48脚あったら何 kg で、小学校6年生の問題の正答率が 55% だった。やっべー、学力低下。まあ小学校3年生程度の問題が解けない成人が3割いるそうなんで、まあどんまいということで、札幌のコンビニで支払い前にパンを食べ、店員に注意された74歳男、店員に
コーヒーをぶっかける逮捕。ヘズマリュこれで有罪になってませんでした。支払うことを忘れちゃったのかな、認知症でね。優しい新聞、本名を載せず、日本人じゃないかもしれない。韓国外務大臣、2015年日韓合意を尊重する。いやいや、日韓で金出し合って自称慰安婦を保護するために作った財団解散しちゃったんだから、未来永劫不可逆的に合意は守られないよ。そもそもが竹島の軍事占領してる敵軍が何言ってんだって話ですね。デビュー前の韓国アイドルグループベイビーモンスター、米国ツイート数1位になってしまいました。デビューしてないのに、大好評を博しておりました。まあ工作でしょうね、ご苦労な子って。そういうことばっかり一生懸命で、なんずるばっかりあのエネルギー注ぎ込んで、なんかね、スケートリンク数えるほどしかねえんだって韓国内に。でね、そういうとこは増やす努力はしないのに、まあ、裾野を広げるというかな。まあ、キム・ヨナでしたっけ、あれね、の点数を何らかの手段を使って上げるなんていうことばっかり一生懸命やって、そのなんていうんですかね、努力の方向が間違ってんですよね。写真見ましたけれども、全員同じ顔で見分けつきませんでした、私には。まあ日本のアイドルグループも全然わかんないんですけれどもね。というわけで、メール党員様、忘年会ご応募よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。